街頭宣伝にお集まりの皆さん、今日は暑い中ありがとうございます。今日はウィメンズアクションの8月なんですけれども、なんと今日もですね、新記録達成でのコロナの感染者が、過去最高になってしまいました。ということでですね、こちら側のですね、仲間たちも今日はちょっと人数が減っていますけれども、予定通りですね、ちょっと行っていこうと思います。ではですね、今日はちょっと人数が少ない分ですね、少し時間が早く終わるかもしれませんけれども、約1時間を予定しております。よろしくお願いします。お手越しの皆さん、こんにちは、こんばんは。お仕事お疲れ様です。今日もですね、4566人のコロナの感染者数が出てしまいました。この日本新記録ですよ。もうこの過去最高の感染者数がこの間ずっと続いています。私はっきりと覚えているのが、去年の7月の31日に450人かなんかの感染者数が出たとき、ちょっとみんな凍りついたんですね。7月31日に400人超えの感染者数が出たとき、みんなが400人も出たのってなったんですが、なんと1年間で10倍ですよ。1年間何やってきたのか、日本はコロナ対策、そして科学的知見に基づいたそういった対策など何にもやってこなかった結果、去年の7月に比べて今約10倍もの感染者数を出すということになっているんです。でもあちこちで皆さんね、今の外に歩いてらっしゃる方、私たちも含めてちょっとあまり危機感ないですよね。やばいよねって思うけれども、だって一方でオリンピックやってるんですもんね。一方でオリンピックでお祭り騒ぎしてたら本当にやばい、もう自粛しなきゃ、ちょっと行動控えようとかやっぱ思わないですよね。私たちにばっかり我慢をしといて、どうしてオリンピックでワイワイやってるんだと。さっきもですね、オリンピック関係者の方ですね、 ID カードを持った方が歩いてたっていうふうに仲間が言っていましたけれども、バブル方式ってのは一体どこ行ったんだと、もう穴だらけじゃないかっていう状態なわけですよ。今日も選手村、オリンピック選手村でクラスターが起きたと。この状態でですね、一方でお祭り騒ぎ、一方でもう本当に深刻な命の選別が行われている、そういった状態になっている。もうこれはですね、世界のことじゃないんですよ。そのような風に報道されてますけど、もう表裏一体のことなんです。皆さん、オリンピックのせいでこんなことになったんじゃないって、そういうこと言う人もいるかもしれないけど、でもそうなんですよ。やっぱり気持ちの緩みというものがやはりオリンピックである、だってオリンピックやってるじゃんっていうのは心のどこかにあるから、なかなか私たちの生活もこれはまずい、この本当に医療崩壊してしまう、そういった気持ちにならない、これ仕方ないことだと思います。出歩いてる人たちを責めるんじゃなくて、そうやって自分たちの利権優先にうまいこと私たちにはあだこうだ言うけれども、それでもオリンピックをやろうってご利用しした、そういう一部の政府の人たちやオリンピック関係者の人たち、そういった責任っていうのはじゃあどこにあるのかっていうと、今私が話したようにもやもやとしてらっしゃる政府の人って言っても、じゃあ誰なんですか、菅さんなんですか、小池百合子さんなんですか、私じゃない、僕じゃない、責任の所在がないまま今こういった状態になっているのははっきり言って異常事態だと思います。もう医療崩壊、まさに今医療崩壊が起きている、そういった状態なんです。私は障害者施設で働いているんですけれども、もう福祉めっちゃくちゃですよ。あちこちの施設でクラスターが起きている。介護施設の友達はもう陽性者がたくさん出てしまって、自分の勤めてる介護施設でもうクラスターが起きてしまって、自分は陰性だったけれども毎日防護服にマスクとゴーグルをして介護に当たってるっていうんです、陰性の人でも。それでそのおじいちゃんおばあちゃんを病院に連れてくるときに、外を防護服でゴーグルつけた状態で歩いて、いい笑いもんだって笑ってましたけれども、この暑い中防護服を着てゴーグルをして介護に当たる人、本当に大変だと思うんです。また私の働いてる障害施設でも、自分とはちょっと関係ないところですけども、クラスターの陽性者が出たりして、
もういつ自分の身に降りかかるかという状態なんです。会社に行ったら全部着替えるわけです。会社に行ったらズボンから服から全部着替えて、その仕事に当たって、仕事が終わった後また全部着替えて帰るわけですけれども、それもすごい大変なんですね。もうあちこちあちこち毎日2回もう消毒液をですね、シュッシュとかじゃないんですよ、もうバーってもうぶちまけるじゃないですけれども、それで かけて消毒をする。もうここまでしないといけないわけです。保育や介護やこういった障害者施設、密ですからね、しょうがないんですよ。食事するときみんなマスクしながら食べれませんから、食事の介助するときマスク外すんですからね。もう咳込むし、トイレの世話だってしなければならない、こういった密の状態でやらなきゃならない私たちが、本当に本当に今心からオリンピック全く楽しめないよっていう状態になっている。これでですね、皆さん医療従事者とか福祉関係者とかあまり関係ないわっていう方でも、今オリンピックを見て感動したからいいじゃんと、そういった感動商法に乗せられてはいけないと思うんです。感動したからいいでしょ、もう始まっちゃったんだから仕方ないじゃん、そうじゃなくて、この後どういうことが起きるのかってことを考えないといけない。選手たちと政府の思惑は関係ない、選手の努力と政府の思惑は関係ないけれども、やはり感動したからいいじゃん、ちゃんちゃんでは終わらないということを、今私たちはしっかりと考えていかなきゃいけないんです。だって皆さん、中等症の人たち家の中にいろって言うんですよ。こんなひどいことないじゃないですか。呼吸器が必要、もう酸素の注入が必要です、そういった人たち家にいなさいよって言うんですよ。酸素の注入が必要な人、どうやって酸素注入するんですか。医学的も知識もない人、または一人暮らしの方、どうやって酸素吸入するんですか。この命の切り捨てを平気で行う自公政権、私も本当に嫌だなと思うんです。もうすぐ秋には総選挙があります。こんなひどいことする人だし、絶対投票しちゃいけないし、みんなで選挙に行って、自民党公明党、命を何とも思ってない人たちを私たち落選させて政治を変えなければならない。私たちの命とこれからの未来は政治にかかっているんです。政治を変えなければならない。みんなで次の秋の選挙必ずあります。総裁選の日にちも決まりました。もう絶対に自民党公明党には入れない、もうさようならっていうふうに私たちしていかなければならないと思います。それではですね、今日はこんな感じでリレートークをしていこうと思います。ではまず、続きまして元豊島区議会議員の山口紀子さんです。有楽町の駅をご利用の皆さん、お買い物の皆さん、お仕事の皆さん、それぞれお騒がせをしております。こんにちは。私たちは毎月この場所をお借りしてウィメンズアクションということで、さまざまな課題、とりわけ女性の権利の問題などについて訴えさせていただいておりますけど、今菱山さんからお話があったように、このコロナの状況、本当に尋常ならざる状況になっています。昨日のテレビのニュースステーションでしょうか、そこでは、お医者様から、もう菅さんも小池さんもやめてもらわなきゃならない、本当にひどい状況だというお話があって、スタジオ中が凍りついたということがネットでずっと出ていました。実は私、今朝私のかかりつけ医のところにちょっと用があった、行ったら、今の私豊島区に住んでおりますけれども、豊島区の状況、お医者さんが聞いてよ聞いてよって言ってグラフを見せてもらいました。豊島区内の感染者の数がやはりうなぎ登りに多くなって相当数になっているんですけれども、500人を超えているんです。今医療を必要としている人たちが500人を超えている。だけど実際に入院をしている人は200数十人、半分以下なんですね。で、あとはホテル療養だとか、そういうこと、ホテル隔離という形でいたり、でもやはり200人以上の人たちが在宅で入院待ち、在宅で治療をしている、そういう状況。そしてお医者様は、その開業医の先生たちは往診をしていかなければいけない、
病院に来られても困るわけですから往診をしていく、もう本当に大変な状況なんだって、もう今私たち医療の現場というのはすごく厳しいんだということをもう身をもって経験をして体験をし日々を過ごされているお医者様から直にお話を伺いました。聞いて聞いて本当に大変なんだよというふうにもうため息をつかれていました。今のコロナの感染状況大変厳しいということで、それでもワクチンを打った方が増えていますから、高齢者が特にワクチンを打っていますから高齢者の重症化はすごく少なくなっている。しかし若い方たちの感染が非常に進んでいる。皆さん、小池さんテレビで何て言われましたか。若い人たちもどんどんワクチンを打っていただいて、そう言いました。でも皆さん、ワクチンが足りなくてワクチンの予約を受けられない状況がずっと続いているじゃありませんか。豊島区でも7月いっぱいは予約の受付を止めていました。8月1日からようやく予約の受付を始めました。そういう状況の中で打ちたくても打てない人がいるのにもかかわらず、若い方たちもワクチンを受けていただきたいなんて都知事がよくぞ言ったもんだというふうに思います。そしてステイホームとかいろいろ言われます。でもテレビのニュースで五輪のマークがついた記念碑みたいなのがお台場の方に立っている、そこにたくさんの人たちが押し寄せててそこで記念撮影をしている、そういうのがテレビのニュースで流れました。だったらその五輪のマーク撤収すればいいじゃないですか。記念撮影できないようにすればそこに人は行かない、そこに人がたくさん集まるような密な状況になることはなくなるわけです。そういう一つ一つのことを何にもしないで都知事がさらっとステイホーム、お家でテレビで感染をしてください、ステイホーム、皆さん自分で自分の命を守れ、そして一人住まいの人なんかは自分の家で一人でいれば病院のベッドにいるようなもんだとか、病院のベッドと自宅のベッドじゃ全然違いますよね。医療を受けられないんですよ、自宅のベッドでは。さっき申し上げたように私の主治医のように往診に必死な思いで毎日往診に行ってくださる先生もいるけれども、そういうつながりを持っていない患者さんたちはそういう先生の往診すら受けられない。実は最近一人住まいの男性が感染をして在宅で亡くなったという、そういう事実がもうひしひしと私の周りにも出てきました。恐ろしいことです。コロナの専門病院を建てるんだ、コロナの専門病棟を作るんだと去年言っていた政府、作っていません。きちんとした体制を整わずに、そしてオリンピックの開催をして、アスリートの人たちは本当に精魂込めて頑張ってきた、その場所を確保するということは大変なことで、それぞれ皆さん頑張っている、それを非難するつもりは全くありませんけれども、オリンピックを開催できるような環境整備は政府の責任であり東京都の責任なんです。オリンピックを楽しめるようにそういう環境づくりをしてこなかった政府と都知事のこの責任はものすごく大きいと思います。私たちは忘れてはならないと思います。今の自公政権がやってきている弱い人を切り捨てていく、コロナに感染をしても十分な医療を受けられない、まさに人を切り捨てていく、そういう今の自民党公明党の政権変えていきたいと思います。私たち絶対忘れてはならない。9月から10月必ず解散総選挙があります。任期満了で選挙になるかもしれませんが、間違いなく総選挙があります。私たちは自分の一票を決して無駄にしない、こんな今の自公政権のように人を人とも思わない、人々に寄り添うことができない、こんな残酷な政権をみんなの力で変えていかなければいけないと思います。ぜひ皆さんご自身の一票を大事にしてください。そして人を切り捨てていくような、そんな自公政権にストップをかける、そういう投票行動をぜひ皆さん一緒にやっていこうではありませんか。どうか皆さん、コロナ禍です、十分に
健康に気をつけて、そして私たちの力で新しい政府、新しい社会を作っていくようにいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして参加者の仲間の女性から発言をお願いしたいと思います。皆さんこんにちは。お疲れ様です。さっきニュースで見ました。オリンピック村からギリシャの選手たちの中からクラスターが発生したということで、とうとう初のクラスターがオリンピックの選手村から発生してしまったという状況です。で、オリンピック関係者の陽性者、これも今日現在で332名ということで、もう300人を超えてしまいました。この人たちが今どういう状況で医療機関にいるのかわからないですけれども、オリンピックがなければコロナに感染しなかった人たちです。オリンピックがなければこの人たちの病床が現場に負担としてかけられることがなかった、そういうことが今起きてるんです。これだけ感染が広がって、私の家族も実は病院に勤めてるんですけれども、毎日3人ずつ入院してくるような異常事態だと言っています。そして少しでも治ればすぐ退院させる、1日に5人も退院させたという、こんなこと今までありえないっていうふうに言ってました。そうやってなんとか病床を空けるような努力を病院側もやっているということで、多分私たちが想像している以上に病院の現場は大変なことになってるんだなっていうふうに思います。オリンピックが確実に私たちの油断を招いてるんじゃないかなっていうことと、それからオリンピック関係者からも感染者が300人以上出てしまっているということ、これは紛れもない事実です。この事実を無視してオリンピックやってよかった、感動したっていうふうに言えるでしょうか。私はオリンピックに反対して、自分のできる範囲でさまざまなデモとかに参加してきたんですね。で、オリンピックが始まる前日に女性たちが実は立ち上がってフェミニストスタンディングっていうのが行われたんです。確かそれ Twitter と Facebook の呼びかけが前日ぐらいだったと思うんですけれども、1日で100名ぐらいの女性たちがプラカードを持ってのオリンピックということでスタンディングに駆けつけていました。それぐらいやっぱりこのオリンピックはやっちゃいけない、やらせちゃいけないっていう思いが強い人が多いんだなと思います。とりわけ今コロナ禍で女性の貧困をコロナの状況が狙い撃ちしてしまっている、弱い立場、男性でも非正規労働者とかそういう人たち、小さなお店をやってる人たち、そういうところが狙い撃ちにされているので、余計女性は怒ってるんだと思います。で、そういう行動をしてると私なんかは息子に今頃反対してももう手遅れだよママとかって言われちゃったりもするんですけれども、それでも私はやっぱり後悔したくないなと思って、これオリンピックが終わった後さらに感染者が広がって、あの時もっと強く反対してればよかったなとか、自分がもし万が一感染しちゃったり、あるいは自分の大切な人、家族や友達が感染した時にもっと強くオリンピックに反対しておけばよかったっていうふうに私は絶対後悔したくないなと思って、それを思いでもう始まる直前であろうが始まってからであろうが私はオリンピック反対を言い続けたいなと思いました。で、皆さんもオリンピックの話をされているのでちょっと別の話をさせていただきたいんですね。実は滋賀県でですね、とんでもない強姦事件が起こったの皆さんご存知でしょうか。18歳の少女を車に連れ込んで
その子が持っていた2万5000円かな、それをと、まあ、盗んで無理やりお金を取って、した上にその18歳の少女を暴行した、レイプですよ、強姦したっていうとんでもない事件が起こったんです。これ2月の話なんですけれども、ニュースになりました最近で、これ本当にとんでもなくって、加害者側がお金盗んで車に連れ込んで強姦しといて同意の上だったっていうふうに言い張ってるんですよ。とんでもない加害者ですよね。これどういう人か皆さんご存知ですか。肩書きちょっと読み上げちゃっていいですかね。名前は言わないですけれども、もう本当にこの事件を見たときに、ああそうやって性的暴行、それからお金を盗むなんてことをしておきながら、いや同意の上だったんだと、加害者も納得、あ加害者じゃない、被害者と自分の間にはお互いに同意があったんだっていうことを、加害者がとんでもないことを言ってるんですけど、この人は自民党滋賀県連事務局長の人なんですね。もうとんでもない男だなと思いました。43歳、19歳ですか、無理やり車に乗せて強姦して監禁してお金まで取ってると、こういうことやってるんですよ。もう許せない、本当に許せない。もうそうやって数々の女性の尊厳を、もうなんて言うんでしょうね、踏みにじるような魂の殺人、こういうことが行われているんですけれども、これに対して自民党の人たち何か言いました。私たちの仲間がとんでもないことしました、すみませんとか許せないとか厳罰に処しますか、そういうこと言いましたか。全く菅さんとかも言ってないですよね。もう本当に許せない。こういうことをまたかっていうふうに私は放置したくないと思っています。一つ一つそこにある悲劇をしっかり、もうたくさんありすぎて目を背けたくなる、目を覆いたくなりますけれども、でもその時にやっぱり被害者の立場に立って、こういうことが二度と起きないためにはどうしたらいいか、そのために今性的同意年齢の引き上げですとか、同意のない性交は罪にしようという、そういう取り組みがなされています。これ立憲民主党も次の公約ではこれをしっかり選挙公約に入れるというふうに枝野さんもおっしゃってくれました。13歳という年齢で今日本は性的同意年齢ということになっていますけれども、世界的にとても低い、これはまだちょっと前までランドセル背負ってたような、性交がどういうことかもわからないような、そういう少女に対して大人が、成人した大人が性的関係を同意の上で結べるかどうか、皆さん冷静に考えてほしいと思います。私も自分が12歳とか13歳の時って本当に子供だったなと思います。男とか女とかそういうことも意識したことなかったし、ま、成人した男の人からそういう目で見られてるっていうことすら気づかなかったし、もしそういう目で見られていたら、性的対象として見られてたら、私は非常に傷ついたと思いますし、恐怖を感じたと思います。早く子供を守る、そういう法律が一刻も早く私は他の国並みにできてほしいなというふうに切に願っています。どうか皆さんもこの問題にも目を向けていただきたい。秋までには必ず選挙があるっていうふうに言われています。今なんとか投票率を上げようということで、ちょっとハッシュタグを皆さんに検索してもらいたいんです。もしツイッターやってる方がいらっしゃったら、これ俳優の方が始めたんですけれども、投票率倍増委員会っていうハッシュタグがあります。これ俳優の方が始めたんですけれども、投票率倍増委員会、ぜひこれで
ツイッターやってる方は検索してみてください。皆さん熱い思いでツイートされています。投票することで私たちの力で少しでも良い未来を作っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして、今日も国会議員の立憲民主党の猪木道義衆議院議員が来られています。先週閉会中審査で質問したり、今日もですね、厚労委員の閉会中審査があって、尾身会長がいろいろと爆弾発言をして、もう政府は全く専門家の意見を聞いてないんだなってことが今日分かったわけなんですけれども、まあ、そんなことも含めてですね、国会報告をお願いしたいと思います。皆さんお疲れ様です。ご紹介いただきました立憲民主党衆議院議員の柚木道義と申します。今石山さんからお話があったように、今日も国会で閉会中審査があって、私は先週内閣委員会で、質問いたしましたが、今日本当にね、私は昨日の突然のですね、皆さん、今皆さん救急搬送、そもそも東京都はですね、熱中症も増えてますが、救急搬送や手術や通常医療を制限をしてですね、オリンピック最優先で突き進んでるわけですね。でそんな中で自宅療養、皆さんこれまでは、中等症って言っても皆さん中等症、今日東京新聞さんとかも書いてましたけど、私も自分の主治医がですね、このコロナ医療対応してるんですけど、こういうことなんですよ皆さん。いや、柚木さん中等症なんて言ってるけど、1日で急変して普通に死ぬからと、亡くなるんですよと、そういう状況が中等症で、もう重症予備軍、もう1日で急変して亡くなる、こういう症状なんですよ。でそういう人かどうかを見分けするのは現場では非常に難しいんです。しかもそれを電話とかでやろうとしてるんですよ皆さん。これね、私の家族も医療現場で働いてますし、今日このね、お集まりの皆さんもそういう医療や介護福祉などエッセンシャルワーカーで仕事されてる方たくさんいるんですけども、見分け判断そんなこと簡単につきませんから、それでまさに1日の差が、入院できてれば救われるはずだった命が今でもどんどん失われて、皆さん東京はもう1万人以上が入院できずに自宅療養を余儀なくされている、その余儀なくされている人たちを、いやそれでいいんだというふうに突然の方針転換が表明されて、これも私たち午前中の衆議院の厚生労働委員会でもとんでもないと、入院基準の見直しは見殺し、皆さんを見殺しにするのと一緒ですよということで強く撤回を求めて、野党全体でも撤回要求しました。そしたらなんとですね、皆さん与党もこれはまずいということで、与党の中の会議の中でもこの入院基準の見直しは見直しじゃなくて見殺しを認めてですね、撤回の要求をするという流れに今なっているんですね。おそらく明日参議院で厚生労働委員会閉会中審査が行われますが、その時までにはこの見直し見殺しだということで撤回になる流れが十分ある。それもこれもですね、まさに世論と、そして現場と、そして私たち野党とか連帯をして、与党が少なくともこれはダメだということで撤回にこちらの方に同調してきているんです。皆さん野党も市民も、市民も野党も無力じゃありません。現場の皆さんと手を携えてやれば、こういうですね、皆さんを見殺しにするようなやり方を変えさせることが必ずできますから、そのことをまず申し上げたいと思います。そして皆さんもうこれからお盆ですよね。帰省とかいろんなことをそもそも予定をしていた、もうチケットも取ってた、でも中止、延期してくださいと、中止延期するのオリンピックの方じゃないですか皆さん。なんで私たちが皆さん我慢しなきゃいけないんですか皆さんが。そしておまけに入院基準見直しということになったんでしょう。とんでもないと思います。このままいけば東京都だけでも1日にも1万人2万人と新規感染者が増えて、いやいや死者が少ないし、要は人流減ってんだとか菅さん言うけど、1% でも減ってりゃそれ減ってるって言えるんですよ。
でも専門家はそんなことで減ってるとは到底言えないから、人流が減るという意味は新規感染者が減る、重症者が減る、失われる命が減るという意味なんですよ。普通に考えたらそれを、いやいや減ってるんだ減ってるんだと、ワクチンも接種が進んでるから大丈夫なんだと言って、挙句の果てに入院基準見直しで見殺しでしょ。こういう菅首相を、皆さん、二階さんは国民も党内も菅続投だと思っていると、皆さんこんなこと思ってる人いますか。菅さん続投してほしいと。どうなっちゃってるんでしょうね、自民党の幹事長さんは。まあ、そういうことも含めて、これから私たちは市民の皆さんと一緒にですね、こういう要望をするのも撤回、国会開いてもらわないと私たち要望できませんから。オリンピック開いてんのになんで国会開けないんですか、皆さん。そうでしょ、オリンピック開くんなら国会も開いてくださいよ、皆さん。そして国会開かないんだったらオリンピックやめてくださいよ。そうでしょ、税金でやってるんでしょ、どっちも。そういう流れをですね、今本当に今市民と野党との結集で、まあ、来週もおそらくこのままいけば閉会中審査、事実上国会をやらなきゃいけない流れになるでしょう。でも問題はですね、国会を開いてもやっぱり市民の皆さん、私たちの提案が届かなければ意味がないので、それを届かせるためにですね、まさに最終的に選挙でやっぱりもう菅さんを辞めていただくと、市民と野党の連帯でまさに私たちの皆さんの政権を作ると、そうすることによってですね、医療従事者にこれ以上負担かけるな、第1波の時は医療金、エッセンシャルワーカーの皆さんに私たち提案して支給になりましたが、それ以降何にもないじゃないですか、皆さん。今本当現場大変じゃないですか、こんな状況で。ますます現場の皆さんに報いるためにもそういう手当もして、そして7000人オリンピックに派遣している医療従事者、対応してない病床、今の通常医療、救急医療に戻していただいて、救える命を救う、税金でオリンピックやってんでしょう、皆さんの命、暮らしがあってじゃないですか。そういう流れを作るためにぜひ市民と野党の共闘でですね、これからの総選挙に向けて、そしてまた選挙の前にもっと国会開かせると、こういう流れを皆さんと作っていけるように連帯をさせていただくことを皆さんにお訴えをさせていただいて、猪木道雄氏からの国会の報告とさせていただきます。皆さん共に頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。今もですね、オリンピックの ID のパスをつけてですね、何名か歩いてこれましたけれども、本当にバブルって何なんだろうと、バブル方式だってあんな胸張ってたんですけども、もう今やそんな言葉さえも聞かないですよね。もうそりゃそうですよ、もうそんなのもうできるわけないんですからね。オリンピック始まったらもうどうなるかっていうのは目に見えてたわけなんです。2、3000人行くんじゃないのって言われてたんですが、8月入ったら、けどところが8月入ったらなんと4000人超えてしまったということで、もう私たちもですね、考えてたよりもはるかに早くこの感染者が出てる、特にこの今言われているデルタ株、これもすごくすごい感染力なんですよね。もう出たところ下に一遍新しく、なんでこんなところからって出るような、そういう状態なわけです。それをですね、入国緩和とか言って成田空港での PCR 検査を抗原検査に変えてね、唾液のあれじゃもう全然わかんないようなもんですから、どうしてこんなことするのっていう、その思うことばっかりのそのコロナ対策だったわけです。皆さんもう本当にですね、今も命が話されたように、私たち政治をですね、選ぶ権利が私たちにあるので、こういう政治はもうほっとほっと嫌だと思っていると思います。でも思ってるだけで変わらないんです。なので一緒にですね、秋の選挙には自公以外、維新もダメですよ、病院減らした張本人ですからね、自公、維新以外のところに私たちは投票しなければならないと思います。それではまた続きまして、駆除コースの実行委員会のメンバーからです。ご通行中の皆さん、こんばんは。今日のお仕事本当にご苦労様でした。
私たちウィメンズアクションということで月に1回この場をお借りしていろいろ街頭宣伝を行わせていただいているわけですけれども、今日は本当にこの間でちょっと本当にびっくりした一日のたまたまの凱旋だったというふうに思うんですよね。でコロナの感染者が、最高になったっていうこのことも本当にびっくりして、私たちも気をつけなければいけないなっていうふうに思うわけですけれども、昨日か一昨日かそのあたりからですね、菅首相がコロナに感染した人でも家で療養してもらう、家で療養っていうとちょっと聞こえないですけど、要するに病院に入れなくなっちゃったわけですよね。本当にびっくりしました。そして今ちょっと前に立憲民主党の猪木さんからもお話ありましたけど、今日の国会でも政府の分科会の尾身さんが言ったのは、一切そういう菅首相が中等症の感染者の人たちをお家で療養してもらうって決めたことについては政治判断であって、医療関係者には相談がなかったって言うとはっきり言ってるんですよね。そんな危険なことってひどいなというふうに思います。で、私実はですね、ちょうど去年の冬の頃、去年の1月頃ですよね、なんかニュースを見ていたらね、イタリアのニュースなんですけれども、私の姉がこの家のこのベッドで亡くなりましたっていうことを一生懸命訴えてるちょっと高齢のおじさんがいたんです。で、私その意味がよくわからなかったんですね。なんでコロナになって病院に入れないのかなってその時思いました。でも今年の1月頃、第3回目 の緊急事態宣言の頃かな、東京でも結構お家でコロナにかかって亡くなるっていう人が出てきましたよね。そして3月頃には大阪で20人近くの人がお家で亡くなった。要するに私たちもし病気になったらお医者さんにかかるっていうのは全然普通なことだと思ってるのに、そのことができなくなっちゃったっていうわけですよね。それでこの今私たちが迎えているこの4000人も、東京で4000人もの感染者が出るような大変大きな広がりが出ている、その中で私たちは本当にもう重症にならなければ病院にかかることすらできない、病院に入院すらさせてもらえない、そんな状況になった。それも政治の判断で決めましたって言われちゃったわけですよね。ひどいですね。菅さんという人はいつもこの間ごく1週間とかこの期間には言わなくなったと思いますけども、いつも私の一番重要なことは国民の命と暮らしを守ることですっていつも言ってきたんですけど、その命が守れなくなっちゃったということがはっきりしたというふうに思います。本当にひどい事態だと思うんですよね。私たち自身がもちろんコロナで感染しないように気をつけるということだけじゃなくて、やっぱり1年半もこんなに長い期間があったのに、今の自公政権というのはほとんど今のコロナに対する、手が打てなかったということが結果として現れちゃったわけですね。私本当にこれはひどいことだというふうに思います。それから皆さん、実は私ちょっとこの有楽町の近くに20年ぐらい働いてたんですね。それであそこにある百花園とか、それからお隣の中華料理屋さんですよね、よく利用したりしてたんですよ。百花園さんはすごくなんか新鮮な果物もありましたしね。でも両方のお店ともなんか閉めちゃったんだなっていうふうに思うんですね。で、菅政権って命も守れないし、そしたら自営業、それから食料品店とかいろいろなお店も閉店が目立ってるというふうに思うんです。で、こんな状況で私は一番頭に来るのは、何か具体的な手を打たないということが一番私は頭に来るんです。政治ってそんなにねのんびりしたもんじゃないと思うんですよ。このねコロナが始まってからもう1年半以上経ってるわけですよ。それなのにあんなにたくさんの優秀な官僚を使
使うことができるこの政府がほとんど有効な手を打ってこなかった、これが現実だというふうに思います。私絶対にこうしたことを許さないためにも、私たち自身の命と暮らしを守るためにもですね、やっぱりね、今の自公政権変えていかなきゃダメだというふうに思うんです。じゃあね、野党は何言ってるの、ちっともよくわからないじゃないの。そうなんですよ、国会開かないからね、野党の主張よく見えない。それからメディアもね、ちっとも野党のことを報道しないからね、枝野さんが何を考えてるのか、市議さんが何を考えてるのかあまりわからないんですよね。ですからやっぱり国会を開く、こう野党のことについてもよく報道してもらって、私たちが考える素材を与えてもらいたいというふうに思います。そして私たち自身も行動していく必要があるというふうに思います。やっぱり命と暮らしを守るために、この10月の21日に今衆議院の任期が切れるわけですね。絶対に選挙をやらなきゃならないわけです。私たちはぜひですね、今の自公政権に代わる野党の人たちを応援して、私たちの声の届くそうした政権を作って、命と暮らしを守る、そういった政治に変えていきたいというふうに思います。ぜひですね、皆さんもどうしても選挙に行ってもしょうがないななんて思わずに、やっぱりそういう時には総選挙になったら選挙に行って、自分たちが納得できるそうした政権を選んでいこうというふうに呼びかけたいというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後にですね、福祉の現場で働いてらっしゃる仲間からもスピーチをお願いしたいと思います。人手不足だったらすいません。ご通行中の皆さん、こんばんは。昨日も今日もまた明日もですね、とっても暑い日が続くんですね。そして明日からでしょうか、札幌の、を会場にしてマラソンと競歩のそういった競技がやられるんですけど、40度近い、もう本当に今までにないような猛暑が続いている札幌です。そこでどうでしょう、この誘致が決まったとき、日本はとてもいい、気候でオリンピックには最適だっていうふうなことを売りにして決めたわけなんですけど、これが快適でしょうか。私今紹介されましたけれど、昨日も今日も猛暑の中で移動しながらそういう介護をやっているんですけれど、こういった現場でももう本当に空気がピリ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 とした状態です。新宿の大久保通りを行き来してるわけなんですけど、ここは大変ニュースなんかでも出て皆さんご存知だと思いますけれども、日常密になってます。で今ニュースでは毎日今コロナ禍の中でどういう状況になってるかということ、今まで発言された皆さん方が大変詳しく報告していますけれども、そういった状況はですね、今本当に逼迫して危険な、医療環境の中に置かれているわけなんです。ですからそういったもう本当に具合悪くて入院できないんですよ。医療の従事者なんかも本当に数がない中で本当に毎日毎日苦闘しています。そういった環境の中でですね、ニュースが流れた後にオリンピックのルール、なんて言うんでしょう、メダルラッシュっていうか、そんなことがこうダーッと流れるんですね。そうしましたら皆さんどうでしょうか、ご覧になっている方々は、ああ大丈夫なんだ、オリンピックこんな風にやってるんだな、じゃあ自分たちも外に出てってみよう。私は国際競技場の今会場になっているところをたびたび通るわけなんですけれど、本当に皆さんたちが写真撮ってるんですね。それは撮りたくなりますよね。そういったニュースが流れていく、これを見るたびに私は本当に矛盾を感じます。かたや命が大変だということを報道していて、かたやオリンピックを称賛している、メダル
を本当にこの日本の選手たちは頑張ってる、そういうところでその頑張りを報じてるって、この同じキャスターなりがこれをつなげて報道するんですね。こんがらがってわけがわからなくて何なんだって思いますよ。で、先ほどずっとそこの位置で立っていた女性が、皆さんがトークしているところを本当に熱心にうなずいてらっしゃったんです。で、私はちょっと今チラシを撒いてますけど、このリーフレットをお持ちして医療現場の方ですかってお伺いしますと、そうではなくて私の家族がコロナにかかって本当に大変だったんだ、だから皆さんが言うことは本当にその通りで、で私も今度の選挙では今の自公政権、そういったところには投票しない、はっきりおっしゃってました。何よりも命と暮らしを大事にすると嘘吹いていながら何にもしなかったこの政権は、私はもう一切登場してほしくない、政治の場に登場してほしくない、私たちの力で本当にこの国会から追い出していきましょうよ。出なかったら本当に命、そして暮らしが守れない、こういう生活がずっと余儀なくされるわけなんですから。そして今の選手たちも本当に苦しんでいる方たちがたくさんいらっしゃいます。ある夜の遅い時間でしたけれど、アスリート女性です、そして相当なんか気持ちが病んでいたということ、それはコロナ禍で自分が選手として日本代表として出るのか出ないのか、それをとても苦闘していた。で、出るのをやめようかと悩んだ。だけど私がこの出ることで何がいいのかということを自分の中で折り合いをつけたらしいんですよ。具合が悪くなっちゃって精神も病んだ、そういう時期もあったようです。私は選手一人一人にもこういった悩みをね押し付けてる、本当にこの人の命を何だと思ってる。それは選手に対してもそうです、選手をサポートする人もそうです。サポーターが泣いてたっていう場面も見ました。今ね国立競技場のあたりではその正門のところで大きな警察の車、装甲車が2台入り口のところの前の道路をこう挟んで遮断してるんですね。で、私はいつもいつも同じ道を通ってすぐ近くの駅で降りて、そして病院に車椅子で通院の介助をいたんですけれども、その道はもう利用できなくなった。そしてバスで通院してる人も一番バスって利用しやすいんですよね。バリアフリーに近いような乗り物ですから。だけどそれも使えなくなって、一番困ってるのは患者さん、そして患者さんを支える医師や看護師さん、スタッフの皆さんたちです。私はここにものすごい矛盾があるな、非常にリアルな矛盾を投げかけてるなっていうふうに思いました。命も大事にしない、生活も大事にしない、そして何をやるか、とにかくメダルをいっぱい取らせて、そしてウキウキ気分の、そういう気分に乗ってその陰で今コツコツと水面下でやろうとしているのが、何つっても憲法の改悪なんです。これは菅さんが言ってましたから、終わったら憲法改悪だと。そして、解散になったら選挙、ウキウキ気分で戦争をやりたいんだろう、選挙をやりたいんだろうけれど、私は思います。今7割の人々がこの国で暮らす7割の人々がこんなコロナ禍の中でオリンピックどころじゃないんじゃない、反対している人が7割超えてます。私はこういった人たちと今ね一緒になって、この政権はやばいと、本当にこの政権を変えるために今年の秋には必ず選挙がやってきます。この選挙でとにかく自公維新、これには絶対投票しないと、皆さんこれを誓い合ってね、立憲野党の方たちが本当に頑張れるような環境を、私たちは街頭で精一杯皆さんに声をかけて、こういった行動、あらゆる行動を工夫しながら、コロナ禍を本当に注意しながら、またコロナ禍とそれから熱中症の症状って似てるんですね、本当に気をつけていきましょう。気をつけながら、そして私たちは政権交代を目指して頑張っていきたいと思います。どうも失礼します。ありがとうございました。
今日の街頭宣伝はこれで終わりたいと思います。暑い中どうもありがとうございました。参加者は19名でした。来月のウィメンズアクションは9月の10日18時からこちらで行います。そしてですね、8月18日に総係の街頭宣伝が、新宿の西口で18時から1時間。そして次の日の8月19日は、8月の19日は木曜日、18時半から、19日行動を行います。8月の19日は、夕方の18時半から国会の議員会館前で行いますので、ぜひ来てください。それでは本当に暑い中、皆さんもコロナにも気をつけて、だけれどもオリンピックの反対、そしてこのオリンピックが終わった後にですね、まあ、想像してましたけども、まあ、こんな大変なことになる、一体誰責任取るんだってことを忘れちゃいけないのと、うやむやにしてはならないと思うんです。しっかりと責任追及していきましょう。それではありがとうございました。